皆さんこんにちは。私町田クリスチャンセンターの教育指導をしております杉本玲子と申します。今回は CGN TV で未来の希望教会学校の座談会というのを計画させていただきました。この今の小学生幼児また教会学校にビジョンを持って取り組んでおられます、今回4人の先生のゲストの先生方をお招きしております。国分福音教会の丸本博先生でいらっしゃいます。丸本先生は関西の長教派のフランクリン・グラハムキッズファミリーフェスティバルを立ち上げられ、以降毎年キッズファミリーフェスティバルに取り組んでおられます。続いてジャパンクリエイティブミニストリーの代表の藤田恵子先生でいらっしゃいます。藤田先生は30年以上児童伝道に携わり、 CS の教師訓練会を行い、また筑波福音キリスト教会協力伝道士でもいらっしゃいます。それから恵泉キリスト教会の関宿チャペルの五平はじめ先生でいらっしゃいます。五平先生は子どももお年寄りも笑う愛の共同体を目指して、教会学校、幼児教室、学習塾などの子どもミニストリーを展開されていらっしゃいます。そしてグレイスクリスチャンフェローシップのウィルソン・リエ先生でいらっしゃいます。リエ先生は東日本大震災後、子どものトラウマケアプログラムオペレーションセーフのリーダーとして、3年間で500人を超える子どもたちに関わってこられた先生でいらっしゃいます。最初に言葉の定義をミシナで考えていきたいと思います。と言いますのは、日本では日曜学校と呼ばれたり、まあ、教会学校と呼ばれたり、子どもの礼拝とかいろんな呼び方があるわけですけれども、また CS というふうに呼ばれることもあるわけですけれども、まあ、今回ここでは幼稚園から小学生ぐらいまで、まあ、3歳から12歳ぐらいまででしょうかね、を対象として、まあ、いわゆる礼拝という形とは別の教会学校を行うこと、教会教育を行うこと、まあ、曜日とか時間帯とかスタイルとか内容とかには関わりなくですけども、そういったものを教会学校というふうに呼ばせていただきたいと思います。さて、じゃあその教会学校の役割、教会学校というのはどういう働きを持っているんだろうか、でそういうようなことを根本的なところから確認していきたいと思います。藤田先生、教会学校にも30年以上携わっておられるというふうに伺っておりますけれども、じゃあ先生からその辺のところをお話しいただければと思います。はい、教会学校っていうのはどうして重要なのかって言いますと、やはりこの教会の未来だと思うんですよね。子どもたちがどんどんこの信仰にあって育っていって、そして本当にクリスチャンとしてすごい立派に育って、そしてまたクリスチャン家族を形成するって、それが本当に素晴らしいことだなと思うんですね。もう一つの大切な問題は、まだこの子は子供だから福音がわからないから、もうちょっと後にしようと思うんですけど、でも必ずしも全ての子供が大人になるとは限らないですね。まあ、いろんな事情の中で子供でも、もう命を失ってしまうということもありますよね。でそういう中で本当に子供たちに、神様はこの子供っていうか、本当に大人を中心の社会の中でイエス様は本当にその幼い子供たちのように、イエス様を受け入れなさいと言われて、この幼い子供たちにフォーカスを当てるように、私たちに伝えていると思うんですね。ですからそのように教会学校をしていくっていうのは教会の使命かなと思います。そうですね、教会学校の使命ということですけれども、五平先生は牧師であり教会学校の先生もしておられますけれども、どのように、教会学校の使命とか役割とか、その辺を考えていらっしゃるんでしょうか。はい、そうですね、やはりまず押さえておきたいことは、子どもたちに福音を伝えてい、育てていくということはイエス様の御心であるという
ことが一番だと思うんですね。やはり子どもたちを私のところに来させなさいと言われたそのイエス様の御心ご命令であるので私たちはそれを行うということが一番なんですけれども、それとともにクリスチャンになられた方々の8割ぐらいは、子ども時代に何らかの形でこう福音に接してきているという統計も出ておりますので、やはりその部分私たち大事にしていかなくちゃいけないと思うし、そしてともすると教会というのはどうしても大人中心のプログラムが多くなりがちだと思うんですね。そういう中でやはり教会学校の役割というのは非常に重要だなと考えております。どうしてもやっぱり教会というと大人中心になってしまう、本当にズキッと痛む言葉でありますけれども、さて一つの教会だけの問題ではなく、さまざまな日本全体の方にも目を向けていきたいと思うんですけれども、関西の方で長教派のプログラムに、携わってこられている丸本先生はいかがお考えでいらっしゃいますか。はい、2010年度に、関西フランクリン・グラハムフェスティバルという大会を行いまして、その中で子ども大会が企画されたんですけども、そのキッズファミリーフェスティバルの委員としてですね、山下先生という先生を中心にして、関西の先生たちが集まって、その大会のための委員会を持ちました。で、それが終わった後ですね、せっかく、子ども伝道に重荷を持つ先生たちが集まったんだからということで、この働きを継続していきましょうということで、引き続きキッズ&ファミリーサポートミッションという団体を立ち上げまして、長教派の子ども伝道の活動を今させていただいております。秋に、キッズファミリーフェスティバルという子ども伝道集会を行い、また、春には、アライズジャパンという子どもたちの賛美集会の働きをさせていただいて、今年で、それが4年目に入っております。一つの教会だけではね、なかなか大きな集会を行うこともできないと思うんですけども、そうやっていくつかの教会が合同でというのは非常に力強いですよね。理恵先生も長教派団体の中で、子どもの、プログラムをなさっておられますけれども、その中で、教会学校とか子どもとかどのようにお感じでいらっしゃいますか。そうですね、子どもたち、そうですね、毎日いろいろなことを学んで子どもたち成長してるんですけど、私たち大人も実は成長していて、心理学の中では本当に死ぬまで私たち成長しているっていうんですけれども、その中でやっぱり子どもたち、大人の小さい版が子どもではなくて、その子どもたちもいろいろなものを成長していく中で、その日曜学校で神様の言葉を基調に基準にして成長していくこと、それっていうのは本当にその後の人格形成とか、そういう中でもとても大切なことだと思ってます。子どもたち、神様の御言葉の中では本当に将来と希望が与えられているというので、私たち本当に神様からいただくその希望と将来っていうのがあるんだよっていうのを子どもたちに教えることが、それが必要なこと、日曜学校で私たちはそれを教えてあげて、そして子どもたちがその 人格形成の中でそれを基盤として進んでいくこと、それが大切なことじゃないかなと思います。そうですね、子どもは小さな大人ではなくって、もうその年代でからしかこう得られない貴重な経験もあると思いますし、おっしゃるように本当に霊的にもまた知的にも、もちろん身体的にも一番こう成長の著しい時期が子どもの時期だと思いますね。そのような時期にどうしてもこう何か素晴らしいプログラムというか、神様の働きを伝えていきたい、そこの点では今先生方の意見が一致していると思います。さて、このように日本の教会学校は非常に大事であって、もう欠かすことができない、素晴らしいということは一致しているんですけども、じゃあ具体的にどういうふうに進めていけばいいんだろうか、ここのところが非常に困難というか難しい課題がというふうにどうしても思えてしまうところかもしれません。日本の教会学校を考える上で、まず日本の平均的な教会の現状について私たちここで確認しておきたいなって思うわけです。では最初に次の VTR をご覧ください。埼玉県所沢市にある
所沢福音キリスト教会。毎週の礼拝には40人ほどが集まります。現在教会学校に通う子どもたちは3名。1年間閉鎖されていた教会学校は牧師の赴任を機に1年前に再開しました。小学科はやはり難しさを感じていますが、子どもたちの成長に合わせて、礼拝のスタイルは変えていく必要がもしかしたらあるのかなというふうに思っています。また声が大きくなってきたよ。幼稚園児と6年生の年齢差、その年齢差より少し下の小学校 2,3 年生を対象にしてメッセージを語ります。前に使わされていた教会が子どもさんがいない教会だったので、でもその中で子どもたちが与えられて、そこから始めていったので、スタッフがいなくてもやろうかなっていうのはあって、あまりそういうことは気にせずに少しずつやれることをやっていったらいいっていう感じで、始めてます。弟子たちはみんなで力を合わせて会を行い、牧師先生自らが司会、総楽、紙芝居によるお話をすべて行っています。幼稚園児の集中力に合わせて20分ほどで教会学校が終わります。私がこの教会に来て20年、その頃の教会学校にはもう少し子どもたちが来ていたと思うんですけど、でも今教会学校の先生方も子どもたちのために一生懸命救霊のために祈ってくださっているので、またそうですね、この教会でも子どもたちの声がね、そうですね、溢れるようになればいいなと願っています。このような教会で頑張っていらっしゃるということを今見させていただきました。これをご覧になって先生どうお感じになりましたか？どなたでも牧師先生がすごく前向きで、もう前の教会もね、もう子どもがいないところから始まったからということで、すごくこう頑張らなきゃっていう感じじゃなくて、こうリラックスされながらやられてる姿がすごくいいなと思いました。どんな印象でしょうか？やれることをやればいいっていう、その、なんだろう、自分にこれをやらなきゃいけない、あれをやらなきゃいけないじゃなくて、自分ができること、神様に委ねて一歩その、やれることをやろうって言ってその一歩踏み出す、その信仰っていうのが素晴らしいなと思って、そうですよね、励まされました。なんかスタッフがいないからできない、場所がないからできないとか、もうできないできないになってしまうとね、いつまでたったってできない感じになってしまうね。ないところから始めるっていうのはすごく大事なことだと思いますね。ないところからこう可能性が見つかる。そうですね、やはり牧師先生がスタッフがいなくてもやろうっていう、やっぱりそこから始まるんだなっていうことをですね、私もあれを見ていて自分自身も同じようなところを通ってきましたので、本当に心からアーメンという感じでした。なんか一人の牧師先生が賛美もメッセージも、もしかしたら修法を作ったり受付会場を作ったりね、そういう先生がいらっしゃると、その先生の後ろ姿を見て、あ、私たちもやんなきゃってこうね、なんか燃やされますよね。はい、今一つの教会の、をご覧になっていただきましたけれども、日本全部の、教会の教会学校というのは、どのようになっているのでしょうか？実は、2012年に命の言葉社の CS 成長センターが7778教会にアンケートを実施しました。その中から回答があった1178件のデータをまとめた教会学校に関するアンケートというのがございますので、こちらの方もご覧ください。この1178件のうち教会学校があると回答した教会が960件、ないと回答したのが218件だったそうであります。で、教会学校はないというところは、まあ、最初からなかったというよりも、もともとあったんだけれども、まあ、休止したり、まあ、閉鎖を余儀なくされたりした、そのような教会が多いということに書かれております。その、
理由というのを今読ませていただきますと、小学生が卒業し対象年齢ではなくなったとか、生徒が減ったとか、来なくなったとか、あるいは少子化でもともと子どもたちの人数がすごくその地域には少ない、新しい子どもたちが教会に全然来ないとか、まあ地域から特に、未信者の子どもたちが、来ない、あるいは教会が移転したプログラムが変更になった、子どもたちが高学年になっていくにつれてこういなくなってしまった、あるいは、教会として、力を入れてこなかった、また、教師がいない、いろいろな原因とかが挙げられております。まあ、それでも結果だけを見ますと、1178の教会のうち960ならば約 81.5% 教会学校があるんじゃないか、いやこれはすごいと思われるかもしれませんけれども、実はこれは少しアンケートのトリックというかがあると思います。実はこのアンケートは自主的に回収がなされたわけで、7778教会のうち1178教会しか返答がなかったわけなんですね。というのはその6600教会のは答えなかった、どうしてだろうかって考えるときに、もしかするとうちの教会は教会学校がないから教会学校のアンケートには答えなくてもいいんじゃないか、関係ないんじゃないかっていう感じで、もしかしたらその日本全国の教会のうち80% の教会が、教会学校があるっていうのは、ちょっと現状の認識とは違うんじゃないかなって思うんですけど、先生方どう考えられますか？そうですね、ある、情報によると日本の教会の 60% が実は教会学校はないんじゃないかという、そういう情報も聞いたことがあります。そうですね、教団によって、非常に盛んな教団とあまり子どもたちが来ない教団というのがあるみたいですけども、先生方の属しておられるあるいはご存知の教会はいかがでしょうか？そうですね、今まで教会学校があったけれども子どもが来ないから辞めてしまったっていう友人の教会とかも耳にすることがありますね。または大人と別だったら難しいから、礼拝の中に入れて、礼拝の中で裏で、ちょっと短めの15分のあるいは20分のプログラムにしてしまおうと、そんなところもあるようですよね。他先生方はいかがでしょうか？そうですね、やっぱり教会学校をとにかくスタッフ不足っていうのもあると思うんですけど、まず子どもがとにかく来ない、クリスチャンホームの子どもたちでさえも習い事とかそういうスポーツだとか受験だとかいろんなことでやっぱりね来れなくなってしまうっていう状況の中で、なんか先生方がすごく疲れてるっていうか、もうやる気力を失ってしまうような先生方が増えてしまって、やはり続けるのが難しいっていうような状況になっているような気がします。先生方もちょっとモチベーションが下がってしまうというのが正直なところでしょうか？そうですよね、実はもう少し詳しくそれぞれ教会学校あることはあるけれども、じゃあどのぐらいの規模であるんだろうかということで、教会学校の生徒数また教会学校の教師数というふうに平均のデータもいただいております。ご覧ください。教会学校の生徒数に関してですけれども、5人以下の教会が 27.1%、 6人から10人の生徒が与えられているところが 25.1%、 11人から15人のところが 11.3%、 また16人以上が 26.7%、 そして無回答が 9.9% になっております。じゃあ教師数はどのぐらいあるんだろうか。5人以下が 53.%、 6人から10人が 28.9%、 11人から15人が 5.8、 16人以上 5.8、 その他無回答というふうになっておりますけれども、どうでしょうか、先生方このぐらい
どこの教会もいたらいいなと思うんですけど、どうでしょうかね。今はその、16人以上が一番多かったと思うんですけども、実際16人以上というと今ではかなり規模の大きな教会学校ではないかなと思います。私の割と関係している進学校などでは教会学校ありませんとか、2人子供ですとか、来たら4人5人とか、そういうところも多いように思われますけれども、なんかあまりこういうデータには出てこないですね。一人の生徒にね、教師が3人ぐらいこう取り囲むようなね、そういう感じの教会でこう来ててもなんか申し訳ないなみたいな、子供の方がね、ちょっと恐縮しちゃうような、そういう部分もありますよね。そうですよね。なかなか、データと現状っていうのが少しズレがあるのかもしれませんけれども、でもとにかく、じゃあうちの教会は教会学校ちゃんとやってると、やってるからいいっていうものではもちろんないと思うんですよね。教会学校があったとしても、なかなか、子どもの人数がともかっていうんですけど、その内容がどうなのかっていうこともまた続いて見ていきたいと思うんですけれども、理恵先生どう感じられますか。内容ですか。そうですね、やっぱり私たちが子どもの頃と今の子どもたちのやるおもちゃの質も、いろいろなものが違ってきているので、今まで私たちが子どもの頃にやってきたその日曜学校をそのままやっていけば子どもたちがついてくるかって言ったら、やっぱりそれは違う。私たちもこの時代に合わせて本当に知恵を絞って、神様からたくさん知恵をいただいて、それに合わせてやっていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのを思います。私たちの教会でも、私はユースの子たちを担当してるんですけれども、やっぱりユースというかプリティーンなんですけれども、5、6年生っていうと多感な時期にもなってくるので、いろいろ学校であったことで友達に仲間外れにされたら塞ぎ込んでくることとか、それとかやっぱりその日曜学校の中でもその子たちに溶け込めなかったりとか、そういう時に、でも人数が少ないと思ってちょっと失望することもあるんですけれども、でも感謝なことは人数が少ないから余計にこの一人一人に目をかけることができる。ついこの間もそのうちの一人の子のことをちょっと気にかけたりとかしてて、彼女が日曜学校に来れなかったら、じゃあこうすればいいんじゃないか、ああすればいいんじゃないかって一生懸命こう知恵を絞ることもできたり、子どもたちが日曜学校に来る子どもたちが人数が少ないっていうのも本当に失望してしまうことの一つなんですけれども、でもかえって少ないから私たち教師が一人一人に目をかけることができる、それはすごく神様からの祝福だなと思います。さっきの、いろいろ困難な課題の中の一つとして、ただ人数だけじゃなくて、教会の外から地域の子どもたちが来ないっていう話が出てきましたけれども、ご平瀬どのように感じますか。そうですね、やはり教会で待っていて来なければ、やっぱり私たちが外に出ていくという姿勢が大事じゃないかなと思うんですね。通学路でアウトリーチをするとか、または誰 か家庭を開放してくださる方の家で子ども会を持つとか、いろんな方法を公園でやるとかね、いろんなことが可能なんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり出ていくっていう方向性が大事だと思います ね。 そうですね、来ない来ないと待っているだけじゃあれですよね。丸本先生とかはどのようなアプローチをされているんでしょうか。そうですね、私が今関わっておりますキッズ&ファミリーサポートミッションは、キッズ&ファミリーといって、家族も取り込んでの伝道ということを、当初から掲げております。やっぱり子どもと家族っていうのは両方救われてケアされなければならないと思うんですね。で、私の教会でも昨年ぐらいから家族伝道ということで、子どもとその親をターゲットにしようとしています。やっぱり教会学校自体がクリスチャン訪問の子どもが中心になってしまいますので、外部の子どもを定着させようと思うと、やっぱり親が救われるということがとても大切だと思うんですね。親が教会に来るならば子どもも一緒に来ることができます。そこで、子どもだけではなくその、お父さんお母さんも、救われるようにということで、具体的には夏のキャンプに、未信者のこの親は半額で参加できるとか、いいですね。それからあと、バーベキューをそのキャンプに来た
子どもさんとその家族をバーベキューに招待するとか、まあ、そういったことをして取り組みを始めているところです。ありがとうございます。そういうファミリーへのアプローチとか、こう外に出て行ってのアプローチなど出てきましたけど、その他、いかがでしょうか。まあ、今現在教会に来ている方々の親族だとか、うん、この周りの近所のお子さんたちをできるだけ連れてきていただくということで、うん、何かイベントの時にですね、うん、例えばお孫さんを前の日から、うん、泊めて、そしてお孫さんと一緒に参加してもらうとか、うん、とにかくこの、まあ、その方々に関連する方々を誘うことができる、うん、そういうものをアイデアとして出してお願いするっていうふうにしてます ね。私たちの教会で実はデナリ券っていうのがあるんですけども、新しい友達を連れてきたら100デナリっていうシステムでやってまして、そしたら昨日も3人の子どもたちが、僕たちこの子を連れてきたよとか、この子を連れてきましたとかって、まあ、そういうような小さな工夫もあるかもしれませんね。なんか地域の方々をお誘いする他に何か小さな工夫とかしておられますか。うちの教会なんですけど、アメリカから来ている宣教師の人がいるんですけど、うん、実は彼女は空手のブラックベルトを持ってて、そして教会の周りの子どもたちを呼んでるんですけど、面白いことに、うん、アメリカ人の先生から空手を習ってる日本の子どもという感じで面白い光景なんですけど、うん、でもそうですね、そういうふうにいろいろなことをして、うん、解放して、うん、教会の敷居を低くして、うん、子どもたちにいろいろなことでこう来てもらうような感じでやってます。さまざまなイベントを使うとかキャンプを、うん、使うというのも出てくると思います。先ほどの挙げられた中に、イベントには来てもなかなか、うん、教会学校につながらないとか、あるいは学年が上に上がるごとに子どもが減ってしまう、塾とか、まあ、スポーツの方に取られてしまうとか、親が親に止められてしまうとか、そういった課題も出てきたと思いますけども、そういった課題に関連した課題はいかがでしょうか。まずやっぱり救いに導くっていうことがすごく大事だと思うんですよね。ですからこのイベントの時が、うん、もしかしたらその子にとっては最初で最後のチャンスになるかもしれない、福音を聞く、うんうんうん、だからそういう子たちに対してやっぱりまずイエス様のことをきちっと伝えて、うん、そしてまあ、招きもし決心ができる状態にする、うんまあ、決心するかどうか本人の自由なんですけど、うん、でもやっぱりそういうところから霊的に生まれ変わった時に、今度やっぱりこの霊的なものとしてまた来たいっていうことでつながる一番の大切なポイントかなと思ってます。単なるイベントではなくてっていうことですね、うん、そうすると今度福音を提示してイエス様を救いに導くというと、やっぱりこれは誰でもできることではなく、ある面こう訓練を受けていないとこうできないということになって、いやいきなり振られたけどって困ってしまいますけれども、そのじゃあどのようなまあ教師の訓練が必要なのかという点についてはいかがでしょうか。教師訓練をずっとしてこられたまあとにかく自分が救われて、まず教師自身がですね、うん、自分が救われているということをしっかり確認し、うん、そしてそのことで本当にもう味は天国行けるという喜びを持って、その喜びを子どもたちに分かち合いたいというこの気持ちをまず持たなきゃいけないんですよね、うん、そしてできればやっぱ訓練会としてこのどこかそういう学びがあったりとか、教師を招いたりとかしての学びっていうのはすごく必要かなと思います。でもこういう学び会的なものもまた、うんCGN テレビさんでやってもらってそれを見てみんなで学んでもらうとか、うん、そういうのもいいのかもしれませんけど、やはり学びがないとうまく伝わらない、せっかく伝えたいのに伝わらないっていうことでかえってがっかりしてしまうんですね、うん、そうすると今度やる気がなくなってくるっていうことにつながってしまうので、うん、そうですね、せっかくやる気があってもそれがなくなっていくっていうのはもったいないことですね、うん、また福音をじゃあ伝えるためには何を使うのかっていう教材のことになりますけれども、丸本先生何か良い教材をご存知だと伺いました。そうですね、まあ私たちの教会はもう昔から聖鳥というテキストを使っておりまして、うんうん、御言葉カードやカード帳とかワークブックもセットになっているので非常に使いやすいんですけれども、うん、まあ、それ以外に自分たちで作ることも可能なんですね。で私が今かかっておりますミッションでは子どもを
導くためのテキストを、うん、自分たちで自主制作といいますか、作ったんですけども、こういうキッズフェイスブックというものをですね、作りまして、いいですね。まあ、これはフェイスブックと信仰のフェイスをかけてるんですけどもまあ、よく大人を伝道で大人を導く伝道のテキストってありますけど、子どもよってあまりなかったので、うん、まあ、子どもでも分かるように、うん、まあ、罪、そして救いということをですね、うん、分かりやすく絵で、表しています。で、決心伝道集会などで決心した子どもに、うん、まあ、大人がカウンセラーとして、うん、これを通して導くということをしております。まあ、これはパソコンでできるので、その難しくないものですし、工夫次第で自分たちでね、今までなかったものも作れるんではないかなと思っています。うん、そういうものがあるというわけですね。確かにCS のカリキュラムとかそういったものはいっぱいあると思うんですけども、またむしろそのカリキュラムがあまりにも難しくて、ちょっと教師に使い切れていないっていう点が あると思うんですけども、ゴヒレ先生、何か新しい初めて教師になられる方に良い教材を今開発しておられると伺いました。はい、私は CS 成長センターの働きに少しだけ関わらせていただいておりますけれども、うんうん、その中でこれから子ども会を始めたいとか、うん、それから一度子どもたちがゼロになってしまったんだけど、うん、もう一度こうやり直したいとか、それからスタッフが本当に1人か2人しかいないんだけれども、そこから始めたいって思っておられる方々に役立つような、そういうカリキュラムと、うんうん、またメッセージ集と、あと資格教材と、うん、何かそういうすぐ使えるものをこうパッケージにしたものを今制作中なんですね。はい、すぐ使えるパッケージ楽しみですねなんかそれがあればなんかできそうな気になってきました、はい、なんか理恵先生も、何か、いろいろな、うん、訓練会とかをご指導しておられますけれども、いかがでしょうか。そうですね、良い教材とかがあったらご紹介ください。本当に神様の感謝なことに、教会に結構アーティストの方がいるので、うん、その一人の方が日曜学校の先生もしてるんですけど、うん、彼女がここ4年ぐらいずっと毎週日曜日のために旧約聖書から新約聖書まで紙芝居をずっと書いてくださってて、うん、それに関して日曜学校でしなければいけないこういうカリキュラムもあって、うん、オブジェクトレッスンまで全部すべて彼女が用意してくれるっていう、すごく祝福されてるんですけど、うん、それが結構な量になりまして、毎週そのようにして子どもたちに提供してるんですけど、うん、でもそれも私たちの教会だけでは使うには本当に神様に分かち合いなさいって言われているのに、うん、ね、わがままではいけないので、ぜひこれも分かち合いたいなと思っているところです、うん、はい、ね、ぜひそういうのがあったら私たちにも分けていただければと思います、はい、実は私たちの教会では子どもたちと一緒に礼拝をする中で、ぜひ聖書物語を劇にということで、うん、劇を取り入れているんですね、うん、でその聖書劇があるときはもう0歳から、全ての小学生、また大人まで一緒に礼拝させていただくんですけども、その時にこうみんなが集まってきてね、うん、こう劇を通してまずその聖書の物語をこう見て、でその後みんなにメッセージをさせていただくっていうことで、うん、やっぱりその子どもだけの別のプログラムというだけにならず、お供と大人合同のプログラムの中に子どものプログラムっていう要素を含むというのもいいのかなって思いました。だって先ほど、まあ、いろいろな、まあ、教会学校の認識というところが出てきましたけれども、やっぱり一つは先ほどの VTR の中にあったように、うん、その牧師先生のまた姿勢というか、教会全体の姿勢というところもかなり鍵になってくるかなって思うんですけれども、いかがでしょうか。教会全体の認識という点では、うん、牧師先生がどのように考えられますか。そうですね、まあ従来私たちの教会では朝の9時半に教会学校を行っていたんですけども、うんうん、今の時代朝の9時ですね、うん、9時っていうのは子どもたち日曜日来にくいんですね。なるほど。っていうのは共働きのお母さんが増えてますので、うん、お母さんがまだその時間寝ているとそうですね。ですから非常に子どもにとってはハードルの高い時間帯になっているんですね、うんうん、で私たちの教会では数年前に、うん、その9時からの教会学校を11時に移行したんですね、うん、ということは礼拝と並行して行いますので、うんうん、第一礼拝を、まあ、
それまで7時にしていたのをちょっと8時にしまして、うんうん、で教会学校のスタッフはまず第一礼拝に出てから、うん11時からは教会学校の方の奉仕をするというふうに、まあ、教会自体の構造を少し変えたわけなんですね。それはやはり教会全体がそういう、重荷を持っていないとなかなかできないことではあるんですけれども、うんまあ、皆さんがそういったことを理解してくださって、うんまあ、時間帯とか構造自体を変化させて、いくということができると思います。教会全体の取り組みになりますね。他の先生方いかがですか。私たちの教会ではですね、うん、教会全体の意識として、うん教会に子どもたちがいるっていうことが本当に素晴らしいことで、うん、それが健全な状態なんだっていう、うん、そういう意識をこう持つように心がけてきました。だから、まあ、合言葉ではないですけれども子連れで生きやすい教会っていうかですね、時々耳にするのが小さな子どもがいるお母さんが教会行きたいんだけど、うん、静かにしていなくちゃいけないからって気兼ねしてしまうっていうのをこう時々耳にしていたんですね。で私たちの教会では子どもを歓迎しましょう。そして例えば礼拝の中で多少小さな子どもがぐずったり泣いたりしても、うん、気にしないようにしましょう、うん、それを受け入れていきましょうっていう、うん、ことあるごとにそのことを語り続けてですね、うん、そういう雰囲気を作るように努めてきました、うん、教会全体の空気が変わるとまた子どもたちもかなり来やすくなりますよね、うん、加奈先生方いかがですか。あとなかなかねまあ、ある意味でその牧師先生がもう率先して子どもの、ね、伝道もしくは子どもの重要性っていうのを認識されている教会はすごくある意味で動かしやすいかもしれないですけど、うん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 、なかなかそこのやっぱり大人中心で考えてしまう先生方も多いと思うんですけど、うん、そういう中で日曜学校の先生方がいろいろ知ったいけどうまくいかないってこう悩んでる部分もあると思うんですけど大事なのは、うん、とにかく牧師先生に祈ってくださいと日曜学校のために祈ってください、うんそして祈祷会の時に今来ている子どもたち今回初めて来た子どもたちがそういう子どもたちに対して、うん、祈祷会で皆さんで祈ってほしいっていう形を出して、うん、まず祈るところから始めていく中で、うん、神様がその人たち祈っている方々の心に働きかけて、うん、あ子どもは大事だよねっていうふうにこう変えられていくように、うん すね、すごく祈りは重要なポイントかなと思います。まあ、見かけのハウツーとかよりも本質的なところですよね、うんうん実は去年の10月にタイで持たれた4-14 の, カンファレンスというところに私も参加させていただいたんですけどもそこでやっぱり強調されたのが子どもたちに対するだけのミニストリーではなくて教会全体として、まあ、4歳から14歳までの子どもたちの年代をやっぱり大切に思いみんなで祈っていく。そして彼らが教会の中心ともなれるような形でその奉仕の場を提供していく彼らを将来の奉仕者に育て上げていくっていうそういったスタンスが大事だっていう話がなされたと思うんですね。まあハウツーとかそういったことよりもっていう、まあ、そういった点については非常に教えられることが多かったかなと思います。はいありがとうございました。それでは次回お送りする第2部ではその教会全体の意識が子どもたちに向いたということで教会全体の雰囲気が変わってきたという教会がございます。その教会はもともとはやはりちょっと暗かった子どもたちが少なかった困難を抱えていたというところだったわけですけどもあることをきっかけとしてその雰囲気がガラッと変わり今は教会全体が子どもたちであふれている教会全体が子どもたちを中心として回っているそのような教会をご紹介させていただきまたゲストの先生方にそれについてコメントやアドバイスなどをいただきたいと思っております。なんかそのことを話すとなんか日本の教会には希望がある未来があるそういった明るい希望が見えてきたような気がいたします。皆さんどうぞお楽しみに。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。御言葉から教えられることでも、うん、その関わりのある子どもたちに与えられていたら、やはりその子を大切にこれをすることによってやっぱり教会員みんなのなんていうんですか祝福が全員にまかれるやっぱりクリスチャンホームの子どもたちを大切にすると、うん
ということだと思うんですね。あなたがもし伝える勇気がなければ、祈ることはできるでしょ、その友達を教会に連れてこれるように、救われるように祈ってください、